多くのオールワイナリーは、アメリカ合衆国オレゴン州、ヒルズボロ近郊のトゥアラティン渓谷にある、株式非公開のワイナリー。1970年に設立された、ワシントン郡最大のワイナリーで、ピノノワール、ピノグリ、シャルドネなどを生産している。多くの種類のワインを醸造しているが、これは、 自身のブドウ園を所有しない、オークノールワイナリーの特殊な性格によるものである。オークノールワイナリーは、他のブドウ栽培農家からブドウを購入している。1970年、ロン・バルストクとマージョリー・バルストクは、ヒルズボロ南方の当時は、落農場だった土地にワイナリーを設立した。オークノールは、ワシントン郡で、最初のワイナリーとなった。初期の頃は、 発酵過程におけるワインの貯蔵に中古のコカ・コーラのドラム缶が用いられた。設立年である1970年には4000ガロンの果実酒が生産され、1973年にはピノ・ノワールの生産が開始された。その後、1975年にはシャルドネ・トリースリング、1990年にはピノ・グリの生産が開始された。またオークノールは、 ワシントン郡で最初にテイスティングルームを設けたワイナリーである。オークノールは1986年までには売上量においてオレゴン州内第2位の規模を誇るワイナリーだったが1988年までに第3位に転落している。1986年、ワシントンポスト市はアメリカ合衆国内で最良のピノノワールの一つにオークノールのピノノワールを挙げた。 長年にわたり、オークノールは、ローガンベリーを用いたワインなど、他では見られないようなユニークなワインを生産し続けている。1998年、ラズベリーから作られた、オークノール・フランブロシアが、世界最高のデザートワインと言及された。設立者であるロント・マージョリーは2005年に、ワイナリーの一部を、息子のトム・バルストクとジョン・バルストクに売り渡した。 2006年、オークノールは、年間3万ケースを生産するワシントン軍最大のワイナリーとなった。ワイナリーとテイスティングルームオークノールは、ウィラメットバレーやバさんのブドウを用いて、ワインを生産している。ワイナリーは、グレッグリントが社長として運営する企業である。年間の利益は750万ベイドルであり、オークノール、トワイライトブラッシュ、エラプション、 フランブロシアというレーベルの下、シャルドネ、ピノノワール、ナイアガラ、ピノグリを中心に多くの種類のワインを販売している。ワイン醸造のほか、ワイナリーは施設を結婚式場やパーティー会場として公開している。オークノールはポートランドローズフェスティバルの公式ワインスポンサーである。ありがとうございます。